メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。5月14日、ご縁のありがたさ。5月の連休に幕張メッセで開催されたドキドキフリーマーケットというイベントの癒しコーナーに3日間メンタルエッセスクールでブース出展をしました。実は出展の機会をいただいたのは大阪癒しフェアの会場でのことでした。3月半ばに開催された大阪癒しフェアにはスクール関係者が5名ほど出展。私自身久しぶりの癒しフェアだったので日帰りですが様子を見に出かけてきました。イベント会場では他ブースをウォッチングするため会場内をふらふらお出かけ、その中の一つにお着物や浄水器を販売しているブースが。何気に気になり声をかけ、社長さんと名刺交換。その1週間後にお電話をいただき、幕張のイベントに出展しないかと声をかけていただきました。日程がゴールデンウィークだし、みんな予定があるかもしれないなと思ったのですが、とりあえずスクール関係者に打診。その結果出展することに。私も急遽予定を変更し、2日から5日まで幕張に滞在することにしました。イベントに向けてポスターを作ったり、準備を始め、あっという間にイベント当日。イベントでは、1日4人のセラピストの皆様が、カードリーディングや手相、マッサージにヒーリングなどなどで出展。3日間で89名の皆様が受けてくださいました。本当にご縁はありがたいです。大阪の癒しフェアで声をかけなければこの展開にはなりませんでした。実は大阪癒しフェアの翌週が大分でのセミナー開催週だったので、当初は大阪に行く予定をしていなかったのですが、心の中の一人でも出店したら行くべきという思いに素直に行動。その結果が幕張のご縁。大阪では他にもご縁はいただいています。そして幕張でも今後につながるご縁をいただきました。心の奥で感じていることを素直に行動してのご縁、これは誰にでも起こることだと思います。思ったら感じたら行動してみてくださいね。どこで何が起きるか分かりませんよ。斉藤幸男。ということで、私の場合は行ってみようかなと思った先で、それまで探しても見つからなかったことに出会えることが多いです。よかったら皆さんも、思ったら感じたら行動してみてください。それでは